絶対に出てはいけない電話番号参戦1。プラス94から始まる番号。最近、スマートフォンにプラス94から始まる番号から電話がかかってきたことはありませんか？これは、スリランカから発信されたとみられる国際電話で、国際ワギリサリと呼ばれる手口です。電話をワンコールで切り着信履歴を残し、被害者に国際電話をかけ直させることで、多額の通話料金を発生させ、その一部が現地の国際電話会社にキックバックされる仕組みです。2。他の国際電話番号、この詐欺はプラス94だけに限りません。例えば、次のような他の国際電話番号からもかかってくる可能性があるため、注意が必要です。プラス234ナイジェア、プラス92パキスタン、これらの番号からの電話も出てはいけません。3、警察や自宅電話番号を偽装。ある被害者は携帯電話に自宅の電話番号が表示され、自宅からだと思い電話に出たところ、お前の家に入って家族を人質に取って金を用意しろと脅されました。不審に思って自宅に確認の電話を入れたところ、詐欺であることが判明しました。このような詐欺電話の共通点は、番号の頭にプラスがついていることです。